朝鮮王朝第5代문전의時代마마꼭걸밖에나가보고싶지않으세요경혜王女に成り代わり宮中で講義を受ける勢力공주께서미색을무기로삼는다면사내들에게웃음을파는기녀들과다를게무엇이겠습니까この講師こそセリョンにとっての運命の男スンユであった。やがて惹かれ合う二人、しかしそれぞれの父親は朝廷の中で敵対する関係にあった。中国에는대감과나둘중누군가는피를보게죠아버지皮肉な運命に翻弄される二人は憎しみを超えて真実の愛にたどり着くことができるのか。王女の男、見どころポイントはこちら。王女の男、見どころポイントの一つ目、まさに爆死浮力。華麗なる宮中の衣装姿に勇猛果敢なアクション、さらに時折見せる苦悩の表情、主演爆死浮の魅力満載。ウイジョン・キム・ジョンソ의자제김승유를、これぞストーリー力。부마로삼을것이요。実在の事件をもとに描かれる、いわば朝鮮版ロミオとジュリエット。보름날그기바앞에서배워요。その引き込まれる展開に本国では称賛の声があふれ、主演のパクシフもストーリーに惚れ込んで出演を決めたとか。괜찮습니까참극이라니요。引き込まれるベテラン力、キム・ヨンチョル、イ・スンジェラベテランがただただ圧倒的な存在感で政治的権力と我が子の狭間で揺れる親たちを重厚に演じる。살아돌아오지못할것이네。この3つの魅力が相まって物語はより見応えを増していく。